で今現在は正社員サラリーマンで働いてます。どうも僕のとこですね、挑発ダメみたいなんで、多分論言するとそのうちですね切りなさいっていう風に指導されると思ってるんですよ。というわけでちょっと企画をね変更しますね。いいですか、会社にバレないように論言にする、これでやってみようかなと思うんですけども、いや無理だよ、バレるよって思うと思うんですよ。そうなんですよ、バレそうなんですよね。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。さあご覧の通りですよ、僕ね9ヶ月髪をね切ってないんですけども、バサバサモサモサなんですよ。昨日の動画ではこの状態の寝癖をですねちょっと記録残しとこうと思ってね動画にしてみたんですけども、今日はですねこれ過去1回ねやった動画からまあ始まってます。収束するまで髪を切らないと。ずっとね僕広島県のね友達に今髪切ってもらってるんで、今福岡住んでますけども、ね、切りに帰りたいんですけど、コロナがちょっと収束するまではね控えようかなってところから髪を切らんと腹くくってね伸ばし始めたってところなんですよね。その動画以来今日がね2回目のこの撮影してるんですけども、なんでしょうかね、なんかちょっとね時間の経過とともになんか心境も変わってきましたので、その辺を今日はね動画にしてみようと思います。よろしくお願いします。本当はね切りたくて切りたくてしょうがないですよ、これ嫌なんですよ。でもなんか逆にですねもう伸ばしたい自分もいるんですよね。僕はね20代前半の頃はロン毛やったんですけども、その20年ぶりぐらいかなねロン毛にしてみようかなっていう心境になってます。でこのね前回のですよ、収束するまで髪を切らない、これ撮影した後にですよ転職活動をやりまして再就職したんですよね。で今現在は正社員サラリーマンで働いてます。どうも僕のとこですね挑発ダメみたいなんで、多分論言するとそのうちですね切りなさいっていう風に指導されると思ってるんですよ。というわけでちょっと企画をね変更しますね。いいですか、会社にバレないように論言にする、これでやってみようかなと思うんですけども、いや無理だよ、バレるよって思うと思うんですよ。そうなんですよ、バレそうなんですよね。今の職場一番トップのまあそばにいるとですね、いつですね、ああなんかちょっと君髪長いねと切りなさいって言われそうな気もするんで、それ言われたら終了なんですよ。どうしようかな、なんとかねうまくこうかいくぐってですね、僕長くないですよ的なオーラ出しつつ論言にできないかなと思ってるんですよね。ちょっと今回ですねここまで9ヶ月伸ばしてみて思うのが、やっぱりですね前髪ですね、前髪の長さが顎ぐらいかな、この辺まで行くと割とねロン毛感が出るかなと思うんです。後ろが長いとか横が長いとかはねそんなかなと思ってるんですよね。一応メインテーマは引き続きですね、収束するまで、新型コロナがですね収束するまで髪を切らないとしつつも、サブタイトルで会社にバレないようにロン毛にしたいっていう風にね、こういう風にね変えていこうかなと思います。ね、これ知らんがなって話だと思うんですけど、ほんと不思議です。毎日ね髪切りたいっていう自分と伸ばしたいっていう自分がねほんと両方いるんですよ。でここまで来たらねやっぱちょっと伸ばしたいなって思ってますね今はね、そんな感じです。はい、というわけでこのままね連続で撮影するんですけども、明日配信していきましょう。髪の長さは結構ね伸びたんで十分かなと思ってます。これもね前一回やったんですけど、ジェルだけでドラゴンボール孫悟空のですね髪型に挑戦するっていうのもやってみようと思います。これね明日配信しますので、よかったらそちらの動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。